する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として外務省大臣官房審議官大高雅人君、外務省大臣官房参事官田村正美君、防衛省大臣官房長武田博文君、防衛省防衛政策局長土道昭弘君、防衛省整備計画局長鈴木敦夫君、防衛省人事教育局長岡正美君、防衛省地方協力局長中村義俊君、防衛装備庁長官宮間信明君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。青柳陽一郎君。はい、委員長。青柳君。はい、おはようございます。立憲民主党の青柳陽一郎でございます。本日は37分の、質問時間をいただきました。ありがとうございます。本日は長期契約法の法案審査ですけれども最初の質疑でもありますので、いくつか大臣の所信も確認した上でですね、質疑に入り法案の審査に移りたいと思いますのでよろしくお願いします。まず防衛予算について、我が国は非常に厳しい財政事情であるということについては論を待ちません。そうした状況で民主主義国家の防衛費というのは常に国民から問われることになると思います。それはたとえ防衛費であっても正規化できるものではありません。なし崩しに防衛費を増額していくということは許されない。国民の理解を得る努力とその説明が必要だというふうに考えますけれども、こうした認識については大臣も一致できますでしょうか。与野防衛大臣。先生と全く同じ認識に立っております。はい、阿部君。はい、ありがとうございます。それではですね、その31年度の防衛予算5兆2574億円、これは5年連続で過去最大です。そして会計検査院からも問題をたびたび指摘されている FMS の調達額、これは安倍政権前の1380億円のからですね、今約5倍7013億円でこちらも最大です。そしてそれに合わせるように防衛大綱を5年で前倒しし改定した理由について大臣の説明を求めたいと思います。岩井防衛大臣。最大の理由はですね、我が国を取り巻く安全保障環境がですね、前の大綱を作った時から比べると想定をしていた以上に格段に速いスピードで、その厳しさと不確実性を増しているというところにあると思います。もう周辺の脅威は先生ご案内の通りなので、あえて逐一申し上げませんけれども、北朝鮮の動向あるいは中国の動向、それから軍事技術の進展によりまして、宇宙サイバー電磁波といった新しい領域における優位性を確保できなければですね、これまで積み上げてきたその防衛力が十分に発揮をできない、抑止力をしっかりと維持することができないという認識のもとにですね、今般大綱中期防を見直すことに至ったということでございます。阿部君。FMS の調達額が5倍に増えているということについてはいかがでしょう。委員長。岩井防衛大臣。FMS というのは申し上げるまでもなくですね、単なる商取引ではなくて米国の極めて高性能な装備をですね、その同盟国である我が国にですね、この導入をその方式で図るというシステムでございます。で、先ほど申し上げた厳しい安全保障環境に照らせばですね、この高性能な装備というものをできるだけ早くですね、整えることが必要だということで、
近年どうしてもこの FMS の比重が増えてきていることは確かでございますが、まあ、これについてもさまざま改善点がございますので、それについてはしっかりと努力をしてできるだけ、効率的な装備調達を図ってまいりたいというふうに考えております。青江君、その我が国の周辺環境がですね、まあ、中国や北朝鮮、これは何も今に始まった問題ではありませんが、今の大臣のご答弁の中でですね、厳しさと不確実性が格段に速いスピードで増していると、これは具体的に何を指すんでしょうか。岩井大臣。まあ、例えばですね、北朝鮮にしてみてもですね、この数年間の間に、まあ、今は、一種のモラトリアム状態にございますけれどもですね、その核開発の能力、運搬手段の能力等々ですね、まあ、格段に進んできているということは事実だと思います。しかも我が国を射程に収める数百発のミサイルはいまだに実戦配備されているという状況にございます。それから、まあ、中国についてはですね、まあ、過去30年間で50倍近い、軍事費の伸び、先般人民代があったようですけれども、全人代ですか、今度も、7.5% ぐらい伸ばしてくるということで、非常に、その質的にも量的にもですね、まあ、急速にまだ、軍備拡張が進んでおりますし、東シナ海、南シナ海でも活発な活動を続けております。まあ、そういった状況全般を指して、非常に安全保障環境が厳しさと不確実性を増してきているというふうに申し上げているところでございます。青江君。ただ一方でですね、安倍総理はこの関係諸国、周辺の関係諸国との状況の改善をですね、まあ、断るごとに誇示しているわけです。まあ、日米同盟はかつてなく進化している、中国との関係はですね、完全に正常化したと言っているわけですね。また米朝首脳会談をこれも完全に支持している、そして次は自分が向き合うということも、まあ、昨年から表明しているわけです。さらに加えて、日露の平和条約締結もですね、自分の手で行うんだということを、まあ、述べているわけでございます。こうしたその外交分野で、表明していることとですね、防衛分野で今大臣が答弁したように進めていること、外交分野で表明していることと防衛分野で進めていることがですね、なんか一貫性を欠いているんじゃないかと、ダブルスタンダードじゃないかと。さらに加えて言えばですね、防衛大綱、中期防、こうしたことを前倒しで策定したわけですけれども、これはその防衛装備品の購入ありきじゃないかという、そういう指摘もあります。こうした指摘やこの外交分野と防衛についての、まあ、なんというか一貫性を欠いている内閣での主張についてですね、これはどう大臣はご説明されますか。岩井大臣。まあ、我が国の平和をですね、確立をするためには当然外交努力と、そして防衛努力の両方が必要なんだと思います。で、私どもはやはり朝鮮半島情勢というのはいい方向に向かってほしい、つまり非核化の方向に向かってほしいと期待をしておりますが、まあ、残念ながら2回目 の、 米朝会談もですね、まあ、成果なしに終わった状況に今ございます。それから中国については安倍総理が訪中されてですね、お互いに脅威にならないということを言っていただいて、まあ、防衛当局間でもできるだけ信頼醸成を図っていこうという努力もしております。まあ、ロシアとはですね、これから交渉が本格化するわけですけど、まあ、最終的にはですね、領土問題解決して平和条約を結ぶということになっていってもらいたいとも思っておりますが、まあ、それぞれ軍事面を見てみますとですね、北朝鮮はさっき申し上げた状況にある、まあ、中国はどんどんとですね、
その軍備を拡張し活動を活発化させている。ロシアも北方領土においてですね、事実上軍備増強を図っているという状況にございますので、やっぱり防衛当局としてはですね、安全保障状況については厳しく見積もらざるを得ないというところにございます。したがってどのような事態にも対応できるようなしっかりした防衛力を構築することが、また日本外交を後押しすることにもつながっていくというふうに考えておりまして、一貫性がないというよりもですね、防衛当局は防衛当局としてやはり楽観論や期待感で防衛政策を作るわけにはまいりませんので、厳しい見積もりのもとでですね、防衛政策をやっぱ作っていかざるを得ないということにあるということをご理解いただければと思います。はい、青柳君。そういう意味で、言えばですね、今のご答弁私もその通りだと思うんですけれども、この対抗で、示されているですね、我が国のその攻撃力といいますか、防衛力を今整備するという答弁ありましたけれども、敵基地攻撃能力の保有についてですね、大臣のご見解をまず伺いたいことと、それから日米の役割、安全保障防衛の役割についても、お伺いしておきたいと思います。岩井大臣。はい、まず前提として先生もご承知のように敵基地攻撃と憲法との関係について申し上げますと、政府としては従来から、法理上の問題として、他に手段がないと認められる場合に限り敵の誘導弾等の基地を叩くことも、憲法が認める自衛の範囲に含まれ可能であるという見解をですね、かねてより示しているところでございますが、しかし、政府はですね、これまでいわゆる敵基地攻撃については、日米の役割分担の中で、米国に依存するということにしておりまして、今後ともこの基本的な役割分担を変更することは、考えて、おらないところでございます。したがって敵基地攻撃を目的とした装備体系を整備することは、考えて、おらない ところでございます。安倍君。従来よりもですね、安保環境はですね、厳しさと不確実性を格段のスピードで増しているという指摘をして、そして中規模を作っているわけでございますけれども、今のご答弁はこれまでの政府の立場と全く同じでございます。ところがですね、その出雲を空母化するとかですね、長距離巡航ミサイルを配備していくという方針も一方で明記されていますけれども、今の答弁とこの方針についての整合性をお伺いしたいと思います。委員長。大臣。今般作り変えた対抗中規模もですね、基本は言うまでもないことですが、憲法の精神にのっとった、専守防衛という考え方を決して、はみ出すものではないと、その専守防衛という考え方の中に収まる、ということを前提にしてですね、作らせていただいております。従いまして、外国の基地を直接叩く、あるいは先制攻撃をするなどという類のことはですね、今後とも全く考えておらないということでございます。安倍君。まだこの大臣所信やですね、対抗中規模についての質問あるんですけれども、時間の関係でちょっと後回しにしましてですね、長期契約法について、ここから少し伺ってまいりたいと思います。まずこの長期契約法の立法事実をお答えください。岩井防衛大臣。すでに今まで、制定をしていただいてですね、この法律のもとに、その装備調達も図ってまいりました。
そして、縮減効果もですね、上げてきているところでございますが、まあ、いよいよ3月31日に、期限が切れるということでですね、今後とも効果的な、合理的な、装備調達を行い、まあ、できるだけその予算の縮減というか節減を図っていくためにもですね、ぜひこれを延長させていただきたいということでございます。阿部君、制定時の立法事実をそれでは教えてください。防衛省武田官房長お答えいたします。制定時、これは4年前でございますけれども、この長期契約法ができたときの必要性について、丁寧にご説明させていただきたいと思います。現下の一層厳しさを増す財政状況のもとにおきまして、中期防衛力整備計画で定められた我が国の防衛力整備を確実に実施していくためには、自衛隊の装備品等や役務の調達コストを縮減するとともに、調達を安定的に実施していくことが不可欠でございます。自衛隊が使用する装備品等やその整備にかかる役務につきましては、一つの特性といたしまして、毎年度の調達数量が少数であること、二つ目に調達を防衛省のみが行っていること、三つ目にそれらを供給する企業が限られていることといった理由によりまして、スケールメリットが働きにくく、また企業としても高い予見可能性を持って計画的に事業を進めることが難しいという、こういった特殊性がございます。このような特殊性に鑑みまして、長期にわたる契約を結ぶということによりまして、国としては安定的な調達が可能となり、防衛計画の対抗及び中期防衛力整備計画に基づく計画的な防衛力整備に寄与することとなり、また企業といたしましても中長期的計画に基づいた経営創業を実現し、作業人員を専属要員化することで習熟効果が発揮され、工数のさらなる縮減が実現できることや、部品などの調達を行う際に一定数量まとめての発注が可能となることなどから、コストの縮減が見込まれ、企業の予見可能性が高まることによって防衛生産技術基盤の安定化を図ることが可能となるということでございます。はい、このような事情によりまして、長期契約法について検討され、平成27年4月から施行されているということでございます。はい、阿部君。はい、ありがとうございます。今大臣からの答弁はですね、コストの縮減効果のみをご説明され、参考人からはですね、それにコストの縮減効果に加えて、安定的な調達ですとか国内産業の撤退防止効果をですね、説明されたわけでございます。その今参考人の方が答弁されたコスト削減に加えてですね、国内産業の撤退防止やその安定的な調達、あるいはその国内産業の育成、等のですね、ことについても今回は維持しているという理解で大臣よろしいでしょうか。岩井大臣。その通りです。一番大きな項目だけ申し上げた次第でございました。はい、阿部君。それではですね、もう一度確認しますけれども、コストの縮減効果、そして安定的な調達、そして、国内産業にも寄与していくという、この3つがあると思うんですけれども、今回新たに調達する2つの装備品はですね、PAC-3 用のミサイル部品と、そして FMS で調達する E2D でございますが、これらの装備品は今ご説明いただいた立法事実のですね、コストの削減とか安定調達とか国内産業の生産基盤や技術的基盤に、この2つの装備品は本当に資するものなんでしょうか。それからですね、加えて、コスト削減についてですけれども、
大臣はそのコスト削減のですね、積算根拠とか、縮減効果、その縮減できている根拠を本当に大臣今回のこの装備品2点について本当に確認されてますか。岩井大臣、まあ、ご指摘のですね、そのパック3やこの E2D というのは、まあ、FMS によってですね、調達をするものでございますから、直接すぐさまですね、国内企業が非益をするということではないと思いますが、例えば E2D につきましてはですね、まあ、中規模で9機の取得が、明記されておりますけれども、その削減効果はですね、325億円ほどになると、まあ、約 14% の、その単年度で調達するよりも経費縮減が可能になると。それから、パック3についてはね、パック3については31億円の縮減が可能になるということでございますので、まあ、この経費縮減の効果は確実に上がることになるというふうに見込んで、おります。パック3については、はい、確かに31億円を縮減できると見込んでおります。で、今般はこの長期契約法はこの FMS でいうと、この2件に適用させていただきますけれどもですね、今後お認めいただければですね、どういう形での国内企業が被益する形での長期契約というものが果たして可能かどうかということも検討させていただきたいというふうに思っております。あ、そうか、失礼しました。岩井大臣、していいですか。どうぞ。すいません、パック3はFMS ではありません。 E2D を、FMS で調達するということでございます。青江君、まあ、大臣今ご答弁いただきましたけれども、私もですねこの防衛省の資料を見ましたよ。で、こういうふうにパック3ミサイル用部品、縮減効果見込み31億円、65億が35億円になります。 E2D2265 億円が194億円になって325億円の縮減になりますと。それからこれ、パック3ミサイルは一括取得ですと、はい、E2D の9機まとめ買いですと。これはまとめ買いだから安くなるんですよというふうに読める資料になっているんですね。ちょっと2点お伺いしますけれども、今回のこれはまとめ買いするから縮減効果が本当にあるものなんですか、というのが1点です。それから大臣、本当にこれこうやって65億円が35億円になるから31億円になる、安くなるんですという説明でしたけど、その積算根拠とかですね、その縮減している根拠ですね、比較、本当に大臣ご自身確認されましたか。この資料を見たらそういうふうに書いてあるからそうなんだろうなと思うんですけど、これ本当にこれがそうなのかっていうのは大臣確認されてるんでしょうか。防衛省武田大臣官房長。いや、大臣聞いてる。大臣が見たんですかというのを確認してますけど、パック3とE2Dにつきまして、ちょっと補足的にご説明させていただきたいんですけれども、そのパック3ミサイル用部品につきましては、今後の修理等で必要となる部品でございまして、これこの調達の時にはですね、米国等も調達する、この時期に合わせて10年間の包括契約で一括調達するということで、約31億円の縮減を見込んでおるということでございます。また E2D につきましても、これは米海軍の調達、これ24機調達されると承知しておりますが、それに合わせて発注するということで7年間の契約で9機を調達するということでございまして、約325機の縮減を見込んでいるということでございます。合わせて、その長期契約による縮減額につきまして
ては私ども事務方でですね過去の契約実績等を考慮の上各種経費を構成する要素ごとに細かく計算した数字を積み上げることによって算定を行っております。でこうした算定を行った縮減額につきましてはすでに公表もされておりますし当然のことながらその前に大臣にはご説明をさせていただいているということでございます。はい、岩井大臣。そういう報告は受けておりますけれども私自身がですねそういう細かいところまで実際に見ているわけではございません。はい、委員長。はい、君。じゃあもう一度参考人でいいですけれどもこれまとめ買いのまとめ買いによる経費の縮減効果なんですか。武田官房長。お答えいたします。先ほども申し上げたように、PAC-3 ミサイル用部品および E-2D につきましては米国やその他の国が同時に調達するその時期に合わせて我が国としても調達するということでスケールメリットによりまして経費が縮減できるされているということでございます。阿部君。ちょっとそのPAC-3の部品のまとめ買いについては本当にそのまとめ買いによる縮減効果なのかどうかはですねちょっと時間があればもう一度伺いたいと思いますけれども、それではですね、その長期契約で、本当に経費の縮減の効果があったかどうかというのはですね長期契約前の調達額と長期契約後の調達額のコストを、比較する必要が あると思います。比較できるものがあればですね。それで、その SH60K のについてはですね、そのこの長期契約前、長期契約法の前に調達しているわけでございまして、比較がコストの比較が可能だと思います。その SH60K のですねこの長期契約法が適用される前の1機あたりの調達額と長期契約法が法施行後のですね1機あたりの調達額を教えてください。防衛装備庁新山長官。お答え申し上げます。ご指摘の SH60K についてですが長期契約法によらず4機を調達いたしました。これは平成26年度でございましたけれどもこの時の1機当たりの契約額は約59億円でございました。また長期契約により17機を一括調達した平成28年度の1機当たりの契約額は60億円でございました。上がってるじゃないですか。阿部君。27年度の2機についてもお答えください。数字が出ますか。今ちょっと時計を止めてください。私が報告を聞いておりますのはですね今の先生の問題意識にお答えするとするならばその平成26年度から28年度にかけて、大幅な円安になった為替の変動等があった中で、長期契約によらずに、調達した1機当たりの契約額59億円と長期契約によって17機を一括調達した、
平成28年度の1期当たりの契約額が、まあ、ほぼ変わらないというか、もちろん少しだけ増えているわけですが、これも長期契約 の、 その効果 の、 一つだというふうに言えるのではないかというふうに思っております。細かい数字が分かれば、報告をいたさせます。はい、宮間長官。今お尋ねの27年度分につきまして、今至急調べさせておりますので、分かり次第またご答弁申し上げます。はい、阿部君。防衛省さんが戸惑っているようなので、我が党のですね、本田議員が積算していただきまして、26年度は1期当たり59億円です。27年度は1期当たり70億円で、長期契約法が適用されてからの1期当たりの調達額は60億円です。減っている時もありますけど、26年については減ってないと。その説明は今大臣がですね、為替によるものが大きいということの説明でした。であればですね、その説明は一定程度理解できますよ。でもであれば、その為替を理由にするんであればですね、その今から調達するものだって、5年後10年後の為替というのはどうなっているか分からないわけですよね。それからそれからですね、先ほどその安全保障環境がですね、厳しさと不確実性ですよ、不確実性が格段のスピードで上がってる。だから防衛大綱を前倒しして策定したんですということを説明しておきながらですね、この長期契約で PAC-3 の部品をですね、5年から10年かけて調達していく、E2D、 E2D ですね、E2D も5年から10年かけて調達していくんですっていうですね、対抗の説明と、それから今やってるこの調達についてが全く合ってないような気がしますし、であればそのしかも経費縮減効果、大臣は経費縮減効果だと言いますけれども、経費縮減効果だってですね、言うほど上がってないじゃないですか。であればわざわざこんな法律を使って、この長期契約で PAC-3 の部品買ったり E2D を調達することに何の意味があるのかをですね、国民に分かりやすく教えていただきたい。私にはまだよく納得がいってないところがあります。教えてください。岩井大臣。対抗に示した考え方、中規模に示した考え方っていうのはですね、我が国を取り巻く安全、保障環境に対応するために適切な考え方に私はなっているというふうに思っております。でミサイル防衛ということもですね、今後の日本の防衛力の中の重要な柱の一つになっていくと思います。脅威というものは短期的に、変わっていったりするものだろうと思います。場合によっては減じることもあるし、急激に増加することもあるだろうと思いますが、そういう装備をですね、できるだけ早く整える、できるだけその経費を削減しながら整えていく、警戒監視活動というのはですね、これからもずっと必要になることであって、E2D の能力というものもですね、必要だというふうに私ども考えておりますので、決して矛盾するということではないのではないかと思っております。阿部君。いや、ミサイル防衛を否定してませんし、 PAC-3 もその PAC-3 自体を否定しているわけじゃないです。それから E2G も D もいらないと言ってるわけじゃないんです。その調達方法とか、この長期契約法の立法事実に照らして、今回のその計上の仕方が本当に正しいのかと、大臣もちゃんとその積算根拠を確認されてるんですかと、本当にこの防衛省の作っている資料がですね、この通りなのかどうかというのを大臣もぜひ一度ですね、冷静に確認していただければありがたいなと。我々この間ですね、法案の審査を行っている中で、これはさすがに
立法事実とやってることが合ってないんじゃないかというふうに思ってるわけでございます。例えばもう一点加えて言うなら、今回のその、装備品の調達はですね、国内産業の撤退防止とか生産技術の安定化とか国内企業への恩恵、これについてはどういう恩恵があるんですか、どういう生産技術基盤の安定化につながるんですか、お答えいただきたいと思います。武田官房長。お答えいたします。調達の安定化につきましては、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、製造会社にとって、まあ、長期契約ということで、予見可能性がまあ高まるということで、中長期的な経営計画ができ、またあの従事する従業員にとってもですね、習熟効果によってその技量が高まる、まあ、そういったことで、コスト縮減がまあ図られる、そして経営が安定するといった側面があるということでございまして、この長期契約法につきましては、この調達の安定化ということが一つの目的になっておるということでございます。安倍君、私がお伺いしたのは、その今回調達する装備品の中の、じゃあ例えば E2D についてですね、この1940億円で調達するわけですけれども、今の参考人のご答弁はこの E2D の調達に当てはまるんですね。武田官房長。お答えいたします。PAC-3 の、まあ、部品に、あ、E2D でございますか。あ、E2D につきましては、あ、まあ、FMS ということでございます。そして先ほど申し上げたように、米海軍が24機調達する、その時期に合わせて私どもも9機を調達するということで、経費の縮減を図るということでございます。安倍君、質問聞いてますか。そんなこと聞いてないですよ。国内産業の生産技術基盤の安定化と国内産業への恩恵は、この E2D を調達することによってどういう恩恵があるのかというのを聞いてるんです。宮間長官。補足いたします。2点、今の問いにお答えする前に、先ほどお答えできなかった27年度の SH60K ですけれども、当方確認いたしましたが69億円ということでございました。先生ご指摘70億円でありますので、ちょっと端数は確認しますが、おっしゃったことにおおむね近く、次に E2D を長期契約法に基づいて契約することは国内産業にいかに裨益するというかというお尋ねでございますけれども、これは E2D は FMS でございますので、直接これによって国内産業が潤うという、裨益するということはなかなか言いにくいものだと考えております。さはさりながら、この E2D の長期契約後に調達はコスト縮減には確実につながることでありまして、こうした場合におきましても、この長期契約を使う効用というのは考えられるところだろうと思います。また別途国内産業に関しましては、その振興策というのを当然装備庁といたしましても考えておるところでございます。安倍君、なんか時間が来てしまったんで終わりますけれども、大臣、これですね、もう一度冷静に考えるべきだと思いますよ。この調達方法ですね。それからまだ効果の検証すら終わってないんですよ。その最初の契約法で調達したですね、この P1 とか SH60K とかその他の装備品についてのですね、経費削減、それから国内産業への恩恵、こうした検証してないんですよ。してない中で今回さらにこの効果が怪しいというか、効果が納得できない、今の説明では全然、ものをさらに調達していく、こういうことが本当にいいのかどうかですね。私はミサイル防衛否定してるわけじゃないですよ。この調達の方法とか、なし崩し的に予算、この長期契約に、品目が入れられちゃうんじゃないかということはしっかり見ていただきたいというふうに思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。はい。